麻布大学は楽しいですよ。大気汚染のことが勉強したくて来ました。そうですね、自分自身海に潜ったりしてるので海洋問題にすごい興味があったので来ました。土壌環境学を学びたいと思ってこちらがやっていたので来ました。オープンキャンパスの時に来てみて雰囲気がとても良かったので選びました。元から動物が好きだったのでできれば動物に携わる仕事がしたいなと思って、自分がやりたいものの教授がすごいいいっていう話を聞いたので選びました。アニマルセラピーに興味があってそれを勉強して日本に広めたいんで。なんで人間と動物の心が通じ合うか知りたいと思ったからです。高1の時から生物系を目指していたのでこの大学を目指しました。環境問題を学びたくてこの大学を志望しました。 NGO や NPO に行きたいと思っています。地球の環境を守っていけるような仕事に就きたいと思っています。